午前3時、皆様いかがお過ごしでしょうか。ドラムボーカリストのシシドカッカでございます。シシドカのバックトゥザファイヤー16発目今夜の始まりはですね、本日お越しいただくあの方の曲ですから、少しばかり早速させていただきました。すいません、ありがとうございます。それはこの人でございます。女性だらけ、まああれですね、ミツさんが仕切ります、星屑スケートさん出てらっしゃいましたけれども、女性 ばかりのロックイベント、ナオンのヤオンにお招きいただきまして、まあちょっとそのイベントの前からですけどね、交流させていただいておりまして、まあね、とにかく素敵な姉さんたちなんですよ。もうそんなナオンのヤオンに参加させていただいて、なおさら
両思いって言ってたんですけど、告白した方がいいですかね、教えてください。かわいいよ、まあ、女の子ですかね。告白していいんじゃないですか。いきなり小学生とかだったらびっくりしますけどダメだけど、中学校、高校とかなのかな、中学生なのかな。でも友達が言うには、だから学年で言うと、まあ、100人とか 何百人とかいるじゃん。そんな時何とかって作ろうとするわけですよ。だからスポットが他に行かないためにも、自分もね、自分も他に行かないそのうちに、そういうちょっと行けるかもっていうそのラインはしっかりと結んでほしいなと思うので、ぜひこれは告白して出会えたかどうか、どんな感じだったか、ぜひともまたメールで教えてほしいなと思います。デートの話とかね、はい、頑張ってください。こちら3曲目は佐藤慶太さん、馬田さんです。ありがとうございます。佐藤さん、こんばんは。この間 J リーグの選手名簿を買ったところ、コンサドールの藤田選手が出演するドラムに音がないと届いてあったんだ。おお、ダンゴールです。社内との番組を立って交流されていますが、佐藤さん、結構素敵なのに思ってませんか。富田さんだけですよ。また大げさなこと言ってますけど、まあでもね、やっぱ大した高齢者少ないから、テレビで出られるか恥ずかしいよ。好きだからね、ずっと言うのが嘘だと言われてるって言ってたら、なんか警戒しないとまずいんじゃないの事務所やばいよやばい、 OK じゃない、もっと話しかないでよ。